バイクの上に両足で立って手を広げる技、キリスト。まさに神業です。南国市の自動車学校で大型バイクを使ってさまざまな技を披露するスタントライディングが行われました。スタントライディングはヨーロッパやアメリカでは人気の競技ですが、日本では大会もなくあまり知られていません。このスタントライディングをいち早く始めた日本人がいます。東京在住の小川博之さん、40歳です。ド派手な登場でファンを沸かせました。重さ200キロ近い大型バイクを自由自在に操ります。バイクを常にバランス入れてないと、そのすごいこう重さを感じちゃうんですよね。だからその常にバランスを維持しとけば、逆にあそこまで自由にバイクを動かせるっていう、まあ、そのバランスがすごいポイントな競技です。小川さんは高校時代にバイクに憧れ、20歳の時プロを目指して本場アメリカで挑戦。2017年の全米選手権で日本人として過去最高の3位に入賞しました。翌年現役を引退し、スタントライディングの魅力を全国で伝えています。スタントライディングってまだまだその日本の中ではモータースポーツとこうなかなかこう認められてないところがあるんですけども、もっともっとこのスタントライディングの素晴らしさっていうのをいろんな人にこう広げていきたいなと思って。高知初開催というトッププロによるスタントライディングをご覧ください。ね、むずいんだけど、ちょっと慎重にバランス取っていきます。入って、ワンハンド、はい、ワンハンド。はい、ワンハンド。え、左手離すんですか？右手離すんですか？そしたら次は、そうですよね、ノーハンド。やってみましょう。次はなんと、両手をハンドルから離して回転。そこから地面にタッチ。さらに、今度はウィリーしながらステップダンス。そしてまさかの後ろ向きに。超絶技巧の数々に会場は大盛り上がりでした。すごかった。すごいすごい。ちっちゃくくるくる回るところ、もう人間技じゃないっていうか、もう本当素晴らしい技見せていただいてよかったです。はい、もう本当も惚れました。はい、いや全然面白かった。バンバンやってほしい。ジンバ一体みたいなね、ほんま昔ジンバ一体。小川さんはスタントライディングを通して伝えたいことがありました。スタントライディングが与える夢ってどんなものですか？もう無限の可能性だと思います。自分が興味持ったこととかそういうものを本当にこう信じて、自分のワクワクを信じて、そこを一生懸命やり抜くっていうのが
まあ、僕はそれが たまたまスタントだっただけで、なのでなんかそのワクワクを大事にみんな生きてほしいなっていうのをすごい思います。